実は私は、は、増田英二による日本の漫画作品。秋田書店の、週刊少年チャンピオンで2013年9号から2017年12号まで連載された。略称は、実はた。キャッチフレーズは、ちょいや法人外、ヒロインラブコメ。ジャンルは一応ラブコメだが、キャラクターたちが非常にエキセントリックな設定であるえ、 個性的な性格の人物が多いため、極めてハイテンションなギャグの要素も濃い。ただし、時折シリアスな展開が出ることがある。各話のタイトルは一部を除き、使用、という形になっている。同様のラブコメものである、ツーラブル、マイナストラブルマイナスや、主人公が秘密を守るという点で、ニセコイに通じることが指摘されることもある。 2015年1月29日発売の週刊少年チャンピオン同年9号にてテレビアニメ化が発表され、同年7月より9月までテレビ東京系列で放送された。コミックス21巻までの2017年2月時点の累計発行部数は250万部を突破している。電子書籍配信サービスゴラッポゴスの2015年11月6日から、 同年11月12日の電子、書籍人気ランキングコミック部門で2015年11月6日に発売された14巻が10位となった。考えていることが顔に出てしまい嘘や隠し事ができず、穴の開いたザルイコール穴と呼ばれる高校生の黒本朝日は、クラスメートであるミステリアスでクールビューティーな白髪、陽子に恋をする。ある日、朝日は偶然にも、実は私は、 吸血鬼であるよう子の秘密を知ってしまい、その秘密を守り抜くためになし崩しにお友達になる。しかし、次第に、実は私は宇宙人、実は私は狼男、実は私は悪魔、実は私は未来人といったような人外の面々が周囲に増え、中には朝日に好意を覚える女性も少なからず現れるようになる。よう子の恋愛に対する鈍感さも 相まって、朝日の恋の行方は、望むと望まざるとにかかわらず瞑想。右与曲折を経てようこと恋人となりも、全く諦める気のない他の女子や、暴走気味の人外たちに振り回される日々は続いていく。3年に進学した朝日は、自らの進度に悩んでもいたが、校内の人外たちの悩み相談を手伝うことで、人外たちの拠りどころになるような教師への道を、目指すようになる。 12月になって、突如として、全校長の白雪が茜を封印し、校長に帰り咲く。白雪の目論みは、陽子が吸血鬼であることを全校生徒に知らしめる、ことによって、人と人外の関わり合いを断ち、より大きな悲劇を生み出さないようにすることだった。しかし、白雪の目論みは阻止され、白雪は校舎屋上から身を投げる。 陽子は自らクラスメイトたちに自分が吸血鬼であることを打ち明けると翼を出して落ちる白雪を救った。陽子の行為を見た全校生徒の大多数も実は私はと自分が人外の存在であることや自分の秘密を告白する。無事に卒業式を迎えた朝日と陽子は同じ大学に進学。二人は大学の講義室で どこかで見たようなシチュエーションで羽を伸ばす人と遭遇する。本作の主要登場人物には名字に色の名前が含まれている。また、白紙洋子、白紙キ子緑縁坂、黒、ミネナルを除いてコミックス描紙やカラーページで描かれる髪の色も名前に含まれる色とほぼ同じである。朝日の友人たち、あいつらでまとめられる朝日の友人たち。は、 友達思いであるため、基本的に朝日の人間関係を遠巻きに、かつ面白がりつつ応援している。ようこの友人たち3年時の体育祭の打ち上げのカラオケパーティーを機会に打ち解けた3人の女子生徒。新1年生たち第92話で入学してきた生徒たち。92話では背景や1コマに描かれている程度であり、活躍するのは後になる。 2015年7月より9月までテレビ東京系列で放送された。全13話、第1巻から第4巻収録の第33話までのエピソードを一部オリジナルシーンを交えて映像化している。シングル発売元はいずれもユニバーサル J。キャラクターソング CD2016 年3月11日に新宿村ライブにて舞台版が公演されることが発表され。 同年5月11日から同年5月15日に講演が行われた。ありがとうございます。